はい、どうもこんにちは。浅場整骨院バッシュ部でございます。本日はですね、こちらルカツのバッシュのレビューをさせていただこうと思います。で、最後の方にはですね、ルカツとルカワンとね、どちらの方が良かったのかっていうのもね、ちょっとお話できたらなと思っております。それではよろしくお願いします。はい、ということでですね、最近写真部としてのね、活動もいろいろ増えてまいりまして、長野県の方に行ってきたんですけども、日焼け止めをねちょっと塗り忘れてしまいまして、でえらい目に遭いましたので、皆さんも日焼け止めだったり、あと水分補給など気をつけてくださいと。ということで今回はこちらですね、ルカツのバッシュですね。でこちらのレビューをしてまいります。で合計で、4回ほどちょっと履いてみたんですけれども、その印象ですね、お話しできたらなと思っております。いつも通りですね、フィット感、サポート力、クッション性、トラクションですね、これらをちょっと言っていこうと。で、あと怪我人に対してはどうだったのか、あとは、ルカワンとね比べてどちらの方が履きやすかったのかっていうのをね、お話しできたらなと思っております。それでは行きましょう。はい、ということで最初はフィット感なんですけれども、足入れはまあ問題なく入っていくっていうな感じですね。で靴紐も、あの前回のルカワンと比べたらルカツーの方がこう締めやすいっていう感じがありますね。こう滑りにくいので、こうグッとこう縛って、で力を緩めても最初の方のこう紐が緩んでこないっていう感じがありましたので、途中途中こうしっかりね止まってくれるような感じがありましたので、非常に結びやすさを感じました。で最初はこの靴紐がね、こうぐーっと屈曲していくと、踏み込んでいくとちょっとこう足首だったり足の甲に当たって痛いっていうような、ね、感じが少しあったんですけれども、まあ、それも使い込んでいくと徐々にねその痛みなんかも解消されていきます。でこういうふうにね、こうぐーっとこうつま先を曲げていくと、最初ねアッパーとこうつま先のところ、ここのね部分が食い込んできて、アッパーがちょっと硬いな痛いなっていう感じが最初はあったんですけれども、使い込んでいくとそれがね徐々に柔らかくなって、なんかなくなっていくようなね感じがありました。で履いた印象はですね、足幅がとても広いので、もしかしたらね皆さんハーフサイズダウンでもいいのかもしれないなっていうようなね印象を持っております。で土踏まずのとこがねやや痛いかなっていう感じがありましたね。こう土踏まず部分が少しねこうせり上がっているので、なんで通常からハイアーチ寄りの方にとってはいいのかなとは思うんですけれども、私みたいにね扁平足気味の人にとってはかかとの収まりっていうのもね、ちょっとこうかかと部分が浮いちゃって、土踏まずの部分がちょっと盛り上がってせり上がってるおかげで、ちょっとこうかかとの収まりが悪くなっているのかなっていう感じはありましたけれども、でなんでねそこら辺がちょっとフィット感どうかな、扁平足の人はどうかなと思っております。私はねちょっとその土踏まず部分がちょっとせり上がってるところが痛かったかなっていうようなね印象を持ちました。で続いてサポート力なんですけれども、サポート力はねすごくいいんじゃないかなと思っています。で靴全体のねじれも少なくて、まあ、ヒールもねすごくこう硬く作られてる印象ですので、すごくいいんじゃないかなと。ただその先ほど言ったようにフィット感ですよね、その土踏まず部分がちょっとこう上にせり上がっているので、でそこにね扁平足の人は土踏まず部分が当たってちょっとねかかとの収まりが悪いんじゃないかなと。でかかとの収まりがやや悪くなると、かかとのブレは膝のブレにつながりますから、せっかくねこんだけ硬いサポート力、しっかりしたサポート力があるんですけれども、やっぱりかかとの収まりが悪いことで、それじゃサポート力をね十分に発揮できないというところもあるんじゃないかなと思っておりますので、なのでここら辺はねもしかしたら扁平足の人はやや心配なところかなと思うんですけども、全体的な靴のねサポート力が非常に良かったっていう印象があります。で続いてクッション性ですね。クッション性は反発力っていうのはねあんまりなかったんですけれども、まあ、衝撃吸収に特化した印象のあるクッションですね。で、中指あたりを境に親指側はね内側はちょっと柔らかくて、小指側は硬いっていうねちょっと構造上癖のある、クッションをしているんですけれども、ただ実際に履くとですね、膝や硬い部、まあ、すねあたりですねの怪我がある選手にとってはね結構安心感があるんじゃないかなと思っております。まあ、軽いねこういうアンクルホップみたいなね動きをしてみても、膝にかかるストレスがねやや少なくて、結構衝撃吸収は良かったなって感じがしました。で続いてトラクションですね。でグリップ力に関しては
あんまり滑らないような印象がありましたね。こうルカワンの方も素晴らしくね、こう滑らないっていうような、ね、印象があったんですけれども、それに近いようなね、感じでこうグッと止まってくるような感じはありました。ただこの日のその体感すごく滑ってるので、まあ元々ね、なんでちょっとこう滑ってるようなね感じが出てるとは思うんですけれども、実際はこうルカワンと比べてもこのグリップ力っていうのはね結構良かった、同じぐらいね良かったのかなっていう感じはあります。でそういう印象はあるものの、ただねその先ほど言ったようにそのクッションにちょっと厚みがありまして、で親指側がねやや柔らかいっていうような感じがありましたので、少しねこうタイムラグがあるような感じを受けましたね。自分としてはこうすぐパッとこう切り替えたいんだけれども、少し沈み込むクッションがねちょっと厚みがあって、内側がやや柔らかいので少しこう沈み込む時間がちょっとあって、で振り切れるっていうのはね感覚がありましたので、なんでそのグリップ力に関しては滑らなさはルカワンと同じようなね感じはあったんですけれども、実際に切り返しの速さっていうとやっぱり、ルカワンの方がねこれは良かったんじゃないかなと思います。ただまあ、ちょっとその滑れるか滑らないかっていう話だとこれ滑らない方に入ると思いますね。良かったと思います。で縦方向のこうグリップ力に関しても、横方向のねこうグリップ力に関しても結構ね滑らない、まあ、しっかり止まってくれるなっていうような印象がありました。はい、ということで、4つねちょっと見ていったんですけれども、でこちらのねルカツのバッシュに関しましては、フィット感さえ合えばね結構サポート力もあっていいんじゃないかなと思うんですけれども、ただ怪我人に対してですね、いいかどうかって言われると、多分いいと思います。で最初はいいんじゃないかなと思うんですよね。で最初はっていうのはこのねなんか、この真ん中の部分ですね、このギザギザを境にこのね内側はちょっとこう柔らかいんですよね。この辺りだったら柔らかいと。で外側がちょっと硬いっていう感じなんですよね。でこの最初のこの柔らかさっていうのはもう一番最初に履くときが一番硬くて、まあ、使い込んでいけばね徐々に柔らかくなっていくと思うんですけれども、なんでこの内側が柔らかいことで、まあ、少し足がねこうプロネーションっていってこっち側にこうねじれるのかなかもしれないなっていうね懸念がちょっとあるんですけれども、まあ、靴全体のこの硬さがちょっとあるので、まあ、サポート力はね問題なく維持できるんじゃないかなとは思うんですよね。この硬いプレートもありますし大丈夫なんじゃないかなと思うんですけれども、このプロネーションがあると膝の内側シンスプリントだったりとかで、あとはねここの内側がも盛り上がって突き上がっているので、なんでこの辺にねこう当たる感じっていうのがもしかしたら強くなるんじゃないかなっていう心配な点がありますので、例えば外脛骨っていうね、内側のこの、土の間あたりの骨が出っ張ってきてしまう症状を過去持ってたことがあるだったり ですとか、あとは測定筋膜炎を持ってた過去があるよっていう方にとってはもしかしたらねちょっと当たって痛くなったりすることもあるのかなと思います。で扁平足の人はねちょっともしかしたら痛くなるっていうふうに訴える方もいるんじゃないかなと思うんですけど、標準からハイアーチぐらいの方だったら問題ないと思いますね。でこの履いた印象のその膝の安定感っていうのはやっぱりねルカ2の方がね良かったですね。不安感が少なかったです、ルカ1に比べてね少なかった。でルカ1とルカ2の感じの違いっていうのは主に私2つありまして、1つ目がねこのサイズ感ですね。ルカ1の方は幅がちょっと狭くて、ここの幅ですね、幅が狭くて縦がちょっと長い余るような感じがあったんですけれども、ルカ2はね幅が結構広いっていうような感じがありましたので、結構このサイズ感がね違うなっていう印象がありました。でそしてもう一つがこのクッションですね、クッションの厚みです。でルカ1の方は結構ね平べったくて、でこうどこにもこう凹凸がないというか、こう内側の方土まずのところも突き上がってるわけじゃないんで、割とこうフラットな感じがあって、ですごく履きやすい、最初からも履きやすいっていう印象だったんですけれども、ルカ2に関してはちょっと厚みがあって少しクッションに癖もあっ
て、でここはちょっと突き上がっているので、これがね少しもしかしたら痛くなるかもしれないっていうね、懸念点がございますので、その違いかなと。ただ実際2つこう履いてみるとですね、最初こそフィット感はちょっとこう硬いなとかね、っていう感じがルカツにはあるんですけれども、履いていくうちにつれてね、その問題っていうのは結構解消されていくような感じ、フィット感が良くなっていくような感じです。でルカワンに関してはもう最初からフィット感いいなっていう感じですね。でこの横幅のねサイズ感さえ間違わなければ、まあ、ルカワンの方が履きやすいっていうような印象があります。なんでちょっとね分けますと、ルカワンが向いてる選手っていうのは、学生選手、まあ、例えば中学校高校生とかそういった子にとってはいいんじゃないかなっていう感じですね。であと夏場なんかもね、通気性がこれアッパーがちょっと薄くてメッシュっぽくなってるんで通気性も良くて、なんで夏場なんかもすごくいいと。でこのクッションが割と薄めなんで地面をねしっかりこう掴んでるような感じがあります。でしかもグリップもいいっていう感じなので、学生さんとか、まあ、怪我とかでね悩んでない方なんかは割とねこっち側の方が僕はいいんじゃないかなと思っております。ただその怪我、膝周りの怪我だったりとかそういったのを持っている選手だったら、ルカツの方がねもしかしたらいいのかなっていう感じがありました。でこれね履き比べてみると分かるんですけれども、やっぱり膝の安定感といいますか、それはねルカツの方がやっぱりいい印象がありました。その不安感が少ないといいますかね。でルカツを履いた後にルカワンを履くとすごくねクッションが薄くて膝大丈夫かなっていうね不安感がねちょっとありましたんで、なんでそれをもっとねルカツのこのクッション性の良さといいますか、膝に対する衝撃吸収というのは、靴がね結構吸収してくれてるなっていうような感じがありましたので、割とそういう膝痛の予防とかにはいいのかもしれないというねところでございましたね。なので割とギュンギュン系はねルカワンと。で、まあ、ちょっとね怪我ね不安感あるよっていう人はこっち、まあ、ただしその外脛骨だったり足底筋膜炎だったりっていう不安感があるっていう人はちょっと実際に履いてみないとね痛くなるかもしれない、よくわからないっていうような感じになりますので、その点だけご注意ください。ということで今回はルカツのねこちらのバッシュのレビューと、ルカワンとルカツどちらが良かったのか、まあ、どういう人にねおすすめなのかっていうね、お話をさせていただきました。ということで以上、浅場整骨院でございました。お大事にどうぞ。